めっちゃめっちゃメッセージです。はい、ということでね、えー、大垣日大大、ねえー、う悲しいですよね、岡山山陽についてなんですけど、いや、これはほんまになんかも,うものすごいね、胸の痛いね、えー、試合でしたね、えーまあ。キャッチャーの子がね、えー、最後、えー、岡山山山陽のキャッチャーの子がボートを掘って、うわ、でもこれで負けんの、なんか山陽の子かわいそうやなって思ってたらね、次、えー、大垣日大の子の、ね、キャッチャーとこうもバッテリーのミスがあって。 負けうほんまにちょっと悲しい試合やったのと、やっぱりこう、これでほんまに言えるのは、なんかもう、この試合はどうとかじゃないですよね。もうほんまにめちゃくちゃいい試合で、両校ともにね、こう、ビチビチのね、もうめちゃくちゃいいし野球。で、エラーで負けたとか、そういうのじゃなくて、ほんまにこう、なんか、ほんまにレベルの高い試合やなって思いましたね。えー、なんかね、いろなね、言いたいことあるんですけど、 やっぱりこう、なんなんですかね、このあのホームラン、やっぱあのホームラン、なんかしびなんかものすごいしびれたじゃないですか、あのね、えー、最後あの、坂口監督の孫のがね、あのホームランエグかったなぁって思ってたんですけど、なんかあのホームランの時に、なんかここで追いついたチーム、なんかあんなにかっこいい同点ホームラン打ったチームって、なんかね、こう、ネット甲子園のドラマ作ったような感じで、なんか負けていくイメージがあるんですよね。 ネット甲子園がなんか裏でね、ドラマ作るためになんか糸引いてんちゃうんかっていうぐらい、ほんまにエグいね、えー、試合展開をね、こう見せてもらいましたし、なんかほんまに、なんかすごい、こんなにギリギリのほんまに、マジでどっちが勝ってもおかしくないようなね、試合を見たのは、ほんまにね、えー、ほんまはもう実力さももうほんまトントン。だからほんまにね、これはめちゃくちゃね、楽しい試合でしたね。えー、でもまあこれ強いて言うなら、うーん、 最後あのバッテリーミスの時にこうねあの時やっぱもう自分が逆にそこの立場におっても絶対冷静になられないなれないですし、えー、やっぱこうキャッチャーがまあでもあ落ち着いとったなって言ってもあれはもう対処法はないですよね正直あれだからもう、えー、あれなんあのやっぱランナーがすごかったですねあの回したらランコってよりかもそうで、ね、回す判断とかじゃなくて。 もうそのホームを狙うちで来とったもうあの二塁ランナー一塁ランナーの子がね二塁ランナーかの子がねほんまにねえやっぱ野球でこう次の塁次の塁をえ普段からね狙ってるえこのねなんかそこがえー最後にほんまにこのここ一番のこの大きいところでね出たんちゃうんかなってもうそれにねえ言葉つきますはいもう結局だからもうすぐロースコアで えまあ3、4が、ね、最初2点取ってで大垣日大がこう追いついてどうやって勝っていくかってところで,ほんで、ね、パンってねホームランとかでこうなんとか、ねえー、しのいだんですけどやっぱ最後は、ね、こういう形になってしまったっていうのは、ねまあ、非常に辛いですけどやっぱりこうなんか甲子園やなっていう感じですね、ほんまに、うん、でやっぱこう雨で、ね、こう長引いて、えー、試合前にもね、えー、なかなかね試合が始まらない。 っていう、なんかこう、モチベーションをずっとこう、維持するのもね、なかなか難しかった。なんかこんなにね、二、両方、両校とも、えー、集中して、あのー、集中した、しまった試合をね、したのはね、えー、ほんまにね、すごいことやと思いますし、だから大垣日大の分までね、えー、岡山さんはね、こっからもね、頑張ってほしいですよね。もうちょっとね、えー、岡山さんはね、またね、余計ね、好きになったんでね。 はい、もうでこの佐賀口監督のこの采配もねやっぱこのすごいですよねあの3投に行ってほんで結局あの勝つっていうねあの3投に行ってあのなんて言えばいいですかこうあの場面でね3投をなんでさせんねんってね言う人も多いかもしれないんですけどあのねあの 1,2, 塁とかでね3投してもゲッツーなくなりますしねアウトなってもツーアウトランナー 2, 塁で えー、2アウトランナー2塁ラなんかね、基本的にね、えー、ヒット1本でね、えー、もう、フライアウトとか関係ないんでね、えー、1本でね、帰ってこれますから。あのー、なんか1アウトランナー2、3塁でね、あのー、盗塁させる作戦っていうのはね、非常にね、なんか、あの、効率的なね、作戦やなってこう、俺もプロスピで使おうってね、感心しましたね。えー、皆さんもね、プロスピで使ってくださいっていうことでね、えー、まあ今日もやっていったんですけど、えー、まあもう今日はね、非常に後味の悪いね、 えー、試合でした。はい、ということでね、えー、まあ、甲子園やなっていうのを改めてね、えー、思わせてくれためちゃくちゃいい試合ということで、ね、皆さんの、えー、意見はね、ぜひね、またコメント欄によろしくお願いします。それじゃあ、お疲れ。